小倉さんに久しぶり、猫リスの猫さんだよ。いや、制作マスコミに向けてね、いっぱい頑張ってるよ。でね、今日はね、草を植えるとね、いい草が取れるらしいよって噂を聞いてね、どんどん草を植えて、草をね、いっぱいね、育てていきたいと思うよ。あ、すごい。こうやって植えられるんだね。この草が、いい草になって、育っていくんだね。草が育つには水が必要なんだね。ね、このね、黄色いなんかよくわかんない野菜もね、育ててみようかな。なんだこれ、植えんのかな。ね、これ。これはね、とてもいいね、白い粉になるらしいよ。とってもね、中毒性がある白い粉らしいよ。ということで、どんどん植えてみました。では、こっから猫さんの特殊能力を使って、時を超えてみたいと思います。はい。では、時を超えると、はい、上手に育ちました。ね、これ。お、育った。なんだこれ。サトウキビ、いや違うな。これは何なんだろう。草って怪しい商人から聞いたんだけれども。これなんていう作物なんだろう。ちょっと取ってみましょう。取りづらいな。あ、さあ、かぼちゃはちょっと増えてんのかな。白い粉、白い粉、白い粉のもと。これが白い粉、変わらないぜ。あ、猫さん、白い粉、とても大好き。甘くていいよね。ね、これに作ってんのかな。黄色くてよくわかんない野菜。うん、どんどん取らせてみよう。これって何なの？そのまま食べられなさそうだよね。え、実はこれ美味しいの？どうなの？すごい硬そうだよ。なんか、取るのにすごい苦労するね。ね、食べられんのこれ、もしかして。とりあえず、白い粉。そして草。小麦って草なんだね。これを食べるととてもお腹がいっぱいになってハッピーになるらしいよ。では今日は草と白い粉、そして黄色い野菜を食わせたよ。